テンポBの田島です。私が YouTube で動画配信を始めてからちょうど1年が経ちました。地主さんや家主さん向けで、しかもロードサイド店舗用の土地向けということで、本当にごく一部の方を対象にした動画配信なんですけど、中には毎回見ていますとか、過去の動画も含めて全て見ましたとか、そういう温かいコメントをいただくこともあります。本当にいつもご覧いただけましてありがとうございます。そこで今日は動画配信1周年ということで、自己紹介と会社紹介の動画を分けさせてもらうことにしました。で、まず私がこのロードサイド店舗のことをなぜ始めることになったかについての話ですけど、もともと私は学校の先生を目指していて、教育大学に通っていました。ところが、たまたま教員が余りすぎて、教員採用も極端に減らした時に、卒業することになって、実は教員採用試験を受けたんですけど、不合格となりました。そこで、合わせて就職活動をして、最初に入社試験を受けたハウスメーカーに合格したので、そのままそこに就職することになりました。ですから私は、建築や住宅、不動産に、一切興味がないのに、ハウスメーカーで働くことになったんです。で、そのハウスメーカーで、これも自分が希望したわけでもなくて、たまたまこのロードサイドの建築営業の部署に配属されることになりました。で、そこで、その会社での新入社員研修で、ロードサイド店舗の土地活用を教えてもらった時の、驚きと感動っていうのが、今でもはっきりと覚えています。で、今から33年前の話です。で、その研修っていうのは、ざっと言うと、アパートやマンションのように、建築してから入居者を募集するんじゃなくて、仮先のテナントを先に見つけてから、テナントの希望する建物を建築してもらう。こういう仕組みでした。テナントさんからすると、建設協力金を預けるだけで土地を購入しなくてもいい。地主さんからすると、入居者が決まっているので、安心して建築をすることができる。テナント、地主、建築会社、まさに三方よしのロードサイド店舗の仕組みに、もう私は感動して、それから、乗り込むように仕事をしました。で、結局、そのハウスメーカーを11年で退職することになります。で、理由は建築会社なので、どうしても建築の受注のためにロードサイド店舗を地主さんに紹介していたんですけど、建築を離れて、店舗仲介だけの仕事をしたい、とこういうふうに考えるようになりました。だから建築をする新築以外にも、例えば居抜き店舗の仲介とか、建築が発生しない事業用定期借地の仲介がしたい。そんな気持ちが強くなって、ハウスメーカーを退職して、不動産仲介会社の、今の株式会社テンポBを設立することになりました。テンポBという会社は、2000年、平成12年に設立をしたんで、今年で満22年を迎えます。この間に、ロードサイド店舗を中心に、450店舗以上の店をオープンさせることができました。よく聞かれるのが、このテンポBっていう会社名の由来なんですけど、で、これは、テンポBの B は、B 同士の B で、原型っていうことに思いを込めています。地主さんにロードサイド店舗を紹介するときに、建築とかその他の余分なことを除いて、単純に地主さんとテナントさんを結びつけるこの仕事だけがしたい。そういう思いで、テンポBという会社名にしました。テンポBは設立以来22年間ロードサイド店舗の仕事を続けていますが、営業方法がその間に大きく変わっています。会社設立当初っていうのはやっぱり営業社員を抱えて、建築会社の営業スタイルと同じように飛び込み営業を中心に活動していました。でもこの方法だとなかなかこの地主さんの土地活用の悩みを解決できないということに気づいて、今では営業活動は代表の私だけが行って、地主さんの依頼を受けてから活動する不動産コンサルティング業が中心です。ですから、一切営業活動っていうのは行っていません。本当にこの YouTube の動画で配信させてもらっているようなコンサルティング活動が中心の会社です。ざっと私と会社を紹介させていただきました。これからもぜひこの動画をご覧ください。よければチャンネル登録をお願いします。